はい、夢です。こんにちは。どうも今日ですね、ディズニーシーズンに来てます。本日ですね、2018年の11月20日からですね、なんとディズニーランドとシーの両パークで交通系 IC カード、はい、スイカパスモなどでお会計ができるっていうことで、早速今日ね、使えるかどうか試しにやってまいりました。じゃあ早速行ってみましょうですね。まんまビスコッティ、こちらの方でですね、買い物したいと思います。行ってきます。はい、俺が使ってるのはね、こちらのですね、はい、トゥーミーカード、東京メトロのトゥーミーカード、アナカードになって、こちらがですね、パスモの機能がありますので、こちらのパスモの機能でレジで払ってみたいと思います。じゃあスイカでいいですか。スイカで、ありがとうございます。今日からでしょ。では、こちらタッチしていただけます。じゃあスイカ行きます。はい、あ、行きました。あ、行きました。はい、ありがとうございます。おお、ちょっと嬉しい。今日初めてのレシマやべえ、みんな注目してるやばい、みんな気になってる無事使えました。ありがとうございます。はい、無事にですね、スイカの方で買い物できました。もうね、IC カード、電子マネーの会計第1号ということで、店中のキャストがですね、このレジに注目したとかめっちゃ受けました。いや、よかったよかった。いや、すごい会計スピーディーでいいですね。はい、レジの方の回転率も上がると思います。便利になってよかった。今後もね、バンバン使っていこうと思います。はい、以上になります。じゃあね、バイバーイ。